チオスーカメラはイギリスのホラー映画圏、サイコスリラー映画本作をカルト映画に分類する向きもある公開は1960年監督は赤い靴ホフマン物語で知られるマイケル・パウエル本作品はしばしばほぼ同時期に発表された映画サイコと比較されるサイコが殺害される人間の恐怖を表現しているのに対しチオスーカメラでは 殺戮を行う側の心理を惜しげもなく表現している。また、この作品は人間の目から見たカメラ視点が特徴である。性的、暴力的な内容から公開当時はメディアや評論家から国評を浴び、イギリスを代表する映画作家の一人とも見られていたパウエルの名声は失意した。パウエルはこの映画の後はほとんど映画を撮ることができないまま死去した。 しかし後年になって再評価の声が高まり、本作は米国を代表する国際ニュース誌タイムが発表したホラー映画の歴代ベスト25に入っている。マーク・ルイスは映画撮影所のカメラマンを務める一方、ヌード写真の撮影を副用としていた。彼は幼い頃のトラウマが原因で覗くことでしか性的欲求を満たせない、歪んだ性的思考を具有していた。 その思考はどんどん加速し、覗くことから、撮る、見る、見られるという快楽追求へと昇華していき、ついには、死の間際の表情を撮影することを望むようになった。カールベーム・マイク・パットンのバンド、ピーピング・トム及び2006年にリリースされた同名のアルバムは、この作品の現代から撮られている。また、デビッド・ホスター・ウォレスの小説 EN。 インフィニットジェストの登場人物ドクター・ジェームズ・オー、インコン・デンゼは自分の子供部屋の壁にこの映画のポスターを貼り、大きくなってからも観客が殺されると錯覚するような映画を作ろうとしていることが描かれている。ありがとうございます。